おはようございます、キャメックスの亀井と申します。今日は石田譲りで三重県宝座浦に来ております。ちょっとセットしていきますんで、いやもう自分でもこうやって潰してやってるから、基本的にその巻きいうのはもうほとんど足元ぐらいに巻いておいた方がいいと思います。まずピトンからセットします。先ピトンを目的のとこに入れて、それからハーゲンでほとんど詰めるようにします。これでバッチリですね。ロックをかけます。ピトンはね、やっぱり強度、その辺を重視しますね。大体方向を決めて、あとはこの抜け止めのネジを締めたら僕の場合は終わりです。アンカーシャフトがここに、竿はアルティマのグレート525の日本継ぎです。ペンの 40H のハンドルドラッグを使用しております。そうですね、自分で力いっぱい引いてみて、ずるずるっとちょっと出るような感じで、だいたいキロ過ぎたら4キロから5キロでしょうかね。道糸は、26号、キャメックスの26号ネバーラインを使用しております。ワイヤーはキャメックスの7本よりの35番、仕掛けは先はルーパーとハワイアンフックの連合です。まず餌作りですね。はい、ウニを使うので、ワイヤーは今日は19本よりの37番、針はアルティマの木は16号でやってみたいと思います。ウニがちょっと小さいので、通常だったら17使いたいんですけど、今日は16でいきます。針巣の長さ、今日は潮があんまりここはいかないので、30センチにしております。潮が激流の場合は餌が舞うんですよね、流されてやっぱり食いにくいと思うんで。でこの状態でカットができます。ハサミはこだわって、キャメックスのバンドバサミ、ウニバサミ使ってます。餌の食い方見てたら、やっぱり剣がついてるよりか、あの切った方が反応が早いいうか、こういう前に入れまして、これでこう中に入れてひっくり返します。でこれでやったら落ちないんです。
通のだったら反対だったらこうかけるとちょっと枝衝撃でも外れてしまいますね。だから僕はこうして自分ではこれをロック式と呼んでます。これだと絶対外れません。で餌もスムーズに取ります。ウニは口が下ですか？はい、僕は基本的にはウニがウニの口を下にしてこういう具合に針を、今日はウニが小さいんでね、だからまあ16を使用していますけど、まず餌をハワイアンフックに通します。こういう状態ですね。下手したらこの間に絡まって一本にかかってしまう恐れもありますので、それを防ぐためにここはこれを使っております。軽くグッとやったらここまで渡ります。これで非常に安定します。重りなんですけど一応35号でやってみます。こういうような感じになります。で、重りがついたところで一応底を探りますね。18から21メーターぐらいのところを狙って一応釣ってますね。今日のアルティマグレートってどんな竿ですか？アルティマグレートはうちの石田竿の中でも一番最強の竿ですね。あ、どう？石垣よりさ、やっぱり石だよ、本ちゃんがな。石垣のあたりなんかを案外こう叩くから、あたりが叩くから、ほんで叩いてガーッといくから、多分石垣やろうなというのは分かりやすい。石垣のあたりはもう基本的にポンと当たって、ほんでツッツッと、でほんでそのままもズバッと入っていくというか、もうちょっと重いかな、あたりが。今キャメクスが出してる竿で、例えばこの竿だったら、まあ例えば日本記録的なもんが来たら太刀打ちできるんかというような質問も受けるけど、どの竿でも対応できますよという自信がある。ほんでまあグレートは、グレートという意味はまあ偉大というような意味で、でエボレーションというのは常に進化していくという意味合いのもんで、ほんでドリームいうのは自分がまあ体力が追って、年が重ねて体力が追っていく中、軽く扱えて大きな魚にも対応できるような竿をと思って作ったのがドリーム。一番肝心なのはそのやっぱり立ち姿勢、これをやってもらうのが僕はベストじゃないかなと思うんだけどな、怪我せんためにも。起きてもこの体勢、ほんで乗されそうになったらこう落とす、こんな感じで。よっ仕掛けはだからやっぱりワイヤーも
ちょっとでも太い目、できる限り太い目、針は大きめ、まあその辺がこだわりかな。それからワイヤー、針もみんな頑丈に作って、この工場の方で吟味して一番最強の線を吟味して作ってるんですよ。やっぱり共同的なことばっかり考えてるね。よいしょ。お疲れ様でした。今日は釣果あまりいいことなかったですけど、また次回に頑張ります。